自転車で知らないおばちゃんぶつかって怪我させちゃった。え？お金払わないと警察呼ぶって捕まりたくないよ。山田悦子？どちら様ですか？助けてママ。だから誰よ。知らない人にママなんて呼ばれたら気持ち悪いわ。私だってば、リオ。え？助けてよママ。ちょっと待って、本当にリオなの？うん。いや、でも信じてよ。じゃあ自分の名前と年齢、それからパパとママの名前を言ってみて。阿久津リオ5歳、パパは直樹でママは茜。本当にリオなのね。どういうこと？人を怪我させちゃったって何？自転車で思いっきり引いちゃったの。おばちゃん血まみれになってる。嘘でしょ。私捕まりたくない。早くお金持ってきて。落ち着いて。そのおばちゃんが山田さんって人なの？うん。これでママに連絡を取れってスマホを渡されたの。電話は通話料がかかるからダメだって。パパは？え？一緒に買い物に行ってる最中でしょ。どうしてパパのスマホを使わないの？あ、そのおばちゃんと殴り合いの喧嘩してて。え？もう大変なの。パパも血だらけになってて、私じゃどうしようもできない。本当に？それでパパのスマホも壊れちゃって、だから。今どこにいるの？もやっと公園の近く、周りには誰もいない。そっか、それでお金を払えって言われてるわけね。うん、10万円払わないと私が捕まっちゃうって。落ち着いて聞いて、リオ。ママは今から警察に通報する。え？おばちゃんには悪いけど、これは不運な事故よ。きちんと警察の人に処理してもらわなきゃ。ダメだよ。大丈夫。リオが捕まるなんてことには絶対にならないから。だっておばちゃん、お金を用意しなきゃ私の情報をネットで拡散するって言ってる。え？非常識な子供に自転車で殺されそうになった、そう流すって言ってるの。フォロワーが300万人以上もいるから、両親の名前や家の住所もすぐに特定されるだろうって。何よそれ、ただの脅しじゃない。お願いママ、私晒されるのなんて嫌。10万円だっけ？うん。要するにそれで示談にしようって話なんだよね。うん。わかった、それで穏便に済むなら安いものだわ。ありがとうママ。場所は確かもやっと公園よね。うん、公衆トイレの近くにいる。じゃあお金下ろして、すぐに持っていくから。ごめん、やっぱり30万円だって。え？早くしないからだって、怒ってる。わかった。とにかくそこで待ってて。パパとおばちゃんはまだ喧嘩してるの？今は少し落ち着いてる。すぐに来てね、ママ。うん。20分後。あかね、パンツ買ってっていいか？最近太り気味できついんだよ。なるべく安いの選ぶからさ。あなた無事なの？は？殴り合いの喧嘩してるなんて言うから心配したわ。スマホも無事だったのね。何言ってんだよ。山田さんって人は何してるの？リオの様子は？どれだよそれ。さっきから何を言ってるのかさっぱりなんだが。いやだから。殴り合いの喧嘩ってなんだ？俺はリオとスッキリデパートで買い物中だよ。だって自転車で事故にあったって。だから何が。事故なんか起こしてないよ。さっきリオから LINE があったのよ。自転車でおばちゃんを血まみれにしちゃったってすごく慌ててた。はあ？リオはキッズスマホなんか持ってないだろ。そうじゃなくて、その被害者のスマホで LINE してきたの。お金を持ってこなきゃどうこうって。なんだそりゃ、新手の詐欺か何かじゃないか。そうなの？とにかく俺たちは無事だ。ならいいんだけど。でも珍しいな、いつも冷静なお前がそんなものに騙されるなんて。だって本人確認したのよ。リオの年齢、それから私たちの名前だって知ってた。マジ？それにリオが自転車で出かけたことも知ってたっぽい。ちょっと LINE のトーク履歴送ってくれ。今メールで送ったわ。見事になりすましてるな。よく見ると難しい漢字を使っていたり、違和感も多いけど。
ただこれ、俺とリオが一緒にいることは知らなかったっぽいよな。パパはって聞かれた時に動揺してるように見える。でも身近な人間の仕業で間違いなさそうだよね。だな。ところで、お前今はどこにいるんだ？銀行でお金を下ろしてモヤット公園に向かってた。マジか。とりあえず危険だからすぐ家に戻れ。それとすぐ警察に通報するんだ。あのさ、え？なんか冷静に考えたらちょっと犯人に心当たりがあるかも。誰だよ。いや、でもさすがにこんなことしないか。仮にそうだとしたら受け渡しの時にバレバレなわけだし。一人で何ブツブツ言ってるんだ。ねえあなた、犯人は私からどうやってお金を受け取るつもりだったんだろう。身近な人間だったら顔バレるじゃん。俺に聞かれたもな。あ、変装とかじゃないか。とにかく危険だからすぐに引き返せ。でもモヤット公園に行けば犯人がわかるんじゃない？その辺のことは警察に任せろ。まだ身近な人間の犯行と確定したわけじゃないんだし。あ、それもそっか。ちなみに誰なんだ、その心当たりのある人間っていうのは。怒らないで聞いてね。多分穴。何を言ってるんだ。おい、あかね。既読がつかない。何かあったのか。おい、くそ、すぐに警察に連絡を。数時間後。あかねさん、緊急搬送されたんだって？え、お母さんですか？そうよ。友達ではないユーザーですって表示されたもので。最近迷惑ラインが多くてアカウント作り直したのよ。それより、直樹から聞いたわ。何でも詐欺まがいの事件に巻き込まれたらしいじゃない。そうですね。お金を持って歩いていたら何者かに後頭部を殴られてしまったみたいで。物騒な世の中ね。お金もすべて取られてしまいました。かわいそうに。それより怪我の具合はどんな感じなの？後頭部を6針縫いました。数日間は入院が必要だそうです。どこの病院？近所のやぶやぶ病院です。じゃあ今度フルーツでも持ってお見舞いに行くわ。こういう時家同士が近いと便利よね。大丈夫ですよ。それより今日はお金貸してって言ってこないんですね。え？いつも LINE でそう言ってくるじゃないですか。お母さんって私にお金の話しかしないから結構悲しいんですよ。いくら私だってこんな状況で野暮な話なんかしないわ。それにあなたはいつも貸してくれないじゃない。パチンコに使うのが分かってますからね。相変わらず年金切り詰めてやってるんですか？そうよ。家に一人でいても暇だし。お父さんが亡くなってもう何年でしたっけ？忘れた。ところで犯人は見つかりそうなの？え？直樹が通報したのよね。目撃情報とかは出てるのかしら？それがないんですよね。なんせ人気のない場所だったものですから。ああ、そうなんだ。私が倒れていた場所の近くで血のついた石が見つかったそうなんですが、指紋は残ってないそうです。まあどんなアホでも指紋くらい拭き取るだろうしね。きっと犯人は最初から襲って奪うつもりだったんでしょう。受け取る気なんかなかったんです。そうなのかしらね。まあでも安心してください。すぐに犯人は見つかると思いますから。え？あのペン型カメラに証拠が残ってるはずですし。何よそれ。知りません？ペンの形をした防犯グッズですよ。超小型カメラが内蔵されてて映像を録画してくれるんです。そのペンがどうしたっていうの？実は家を出るとき胸ポケットにつけておきました。何があるか分かりませんでしたからね。なんでそんなものを持ってんのよ。以前勤めていた会社がブラック企業だったもので、上司のハラス発言を抑えるために買ったんです。そのペンに証拠が写ってるっていうわけ？どうやら私仰向けに倒れてたらしいんですよね。殴られたのは後ろからなんですが、きっと犯人がお金を探すために私をゴロンってやったんでしょ。だからきっと犯人の顔が写ってるはずです。そんな。いやいや、何ですかその反応。え？まるでお母さんが犯人みたい。何言ってるのよ。でも実際そうですよね。犯人はあなたです。
やめて。実は殴られる直前、嗅いだことのある匂いが鼻にツンときたんですよ。あれはお母さんが使ってる香水の匂いでした。そんなのたまたまでしょ。別に認めないならそれでいいですけどね。もうペンは警察に渡してあるので、すぐにわかると思いますし。そんな、また自白してる。いいですかお母さん、もしここで素直に認め謝罪をするなら、私も大ごとにはしません。え？これが本当に最後のチャンスです。犯人はあなたですか？そうです。素直か。あー、ごめんなさい。孫になりすましたのも、あなたを石でぶん殴ったのも全部私です。はあ、どうしてもパチンコがやりたかったの。でも今月はもうカツカツでお金がなくて。またパチンコか。そのためにこんな馬鹿げた計画を。外を歩いてたらたまたま自転車を漕いでるリオちゃんが見えて、とっさに思いついたの。それでアカウントを作り直して。まんまと騙されました。いくらパニック状態だったとはいえ、私も間抜けですけど。リオちゃんがキッズスマホ持ってないのは知ってた。だからうまいことなりすませると思ったのよ。娘が一人でいると思ったんですか？直樹がずっと一緒にいたはずなんですが。私には自転車で走ってるリオちゃんしか見えなかった。あいつ最近メタボだから、リオに置いていかれたのかな。え？ああ、なんでもありません。それよりご自身が何をしたかきちんと理解はされてるんですよね。うん、孫になりすまして嫁の頭をぶん殴った。それから30万円奪って、それを寝台にぶっ込んでる。は？現在進行形でパチンコやってるんですか？早くも6万円いかれてるわ。呆れた。でも正直に話したから許してくれるのよね。じゃあ私は台に集中するから。いや待って。何よ。許すなんて嘘に決まってるでしょ。傷害と窃盗と脅しでさっさと警察に捕まえてもらいます。は？話が違うじゃない。残念ながらどれも申告罪じゃないので。それから30万円の返済や病院の治療費、慰謝料なんかもがっつり請求しますよ。そんなお金あるわけないでしょ。まだ65ですよね。頑張って働いてください。あ、無理よ。ここ最近腰だって痛いんだから。背もたれに寄っかかってパチンコ打ってるからじゃないですか。態度が悪いって評判ですよ。この座り方が一番勝てるの。ジンクスってやつですか。まあどのみちパチンコはもうできないと思いますけど。え？その店今月いっぱいで閉店らしいです。不景気の荒波には勝てなかったとかで。嘘でしょ。そこでバイトしてるママ友に聞いたので本当です。あ、私の癒しの場が。そうなると隣町まで行かなきゃいけませんね。頑張って歩きますか、それとも電車やバスで通いますか。パチンコは気軽に行けるから癒しなのよ。じゃあおとなしく働くしかないですね。ねえ、損害賠償や慰謝料っていくらくらい？100万は超えるでしょうね。それに罰金もあるんで、あなたの支払い総額は200万くらいになると思います。はあ？そんなの完済するまでに何年かかるのよ。人生100年時代って言うし大丈夫でしょ。ま、あの世に行ったらさすがに請求はしませんから。縁起でもないこと言わないで。ちなみに私も直樹とあなたと縁を切る気満々です。親族連中にも今回の件は報告しますので、もう誰もあなたの味方はいないと思ってください。どこまで私を追い詰めれば気が済むのよ。あ、今警察の方から連絡が来ました。カメラの解析結果が出たようです。今すぐあなたの元へ向かうようですよ。パチンコ屋の住所教えときました。今やっと当たったのに。後日談。パチンコ台にしがみつく義母を警官が引き剥がそうとすると、義母は何を思ったか警官の頬に平手打ちを食らわせました。確変中に話しかけるな。そう叫んだ義母の目は完全に決まっていたようです。傷害、窃盗、脅しに加えて公務執行妨害までやってしまった義母は、罰金の壁を越えて刑務所へと収監されることに。どこまでもアホですね。もろもろの支払いは出所後まで待つとしましょう。
私は怪我も完治し、平穏な毎日を送っています。怪しい LINE には二度と騙されないようにしなきゃいけませんね。